各メーカーは顧客層を広げようと環境技術やデザイン、それに自動運転技術の展示に力を入れています。2年に一度開かれる大阪モーターショー、9回目となる今回は260の企業や団体が出展しています。各メーカーが展示に力を入れているのが次世代の車です。日産が披露したのは今注目の自動運転技術です。運転している時としない時でこのように形が切り替わるんです。この車搭載した人工知能がドライバーが好む運転を学習して自動で走行することができます。渋滞が嫌だったり事故が怖い、狭い道を走りたくない、そういったお客様に安心して車を運転してもらえるような、そういう機能を実現したいと思って考えたところです。こちらはホンダの燃料電池車です。水素と酸素からできた電気で走り、次世代のエコカーとされています。一度水素を充填すれば市販の燃料電池車としては最も長い700キロを走行できるということです。このほかターゲットとなる年齢層や用途を絞った車も、大阪に本社があるダイハツ工業がお披露目したバリアフリーのコンセプトカーです。ドアは広く開き、高齢者が車椅子でも乗り降りしやすいように床を地面ギリギリまで下げることができます。またキャンプの際にテーブルなど自由に使える荷台がついた軽自動車など、若い世代のライフスタイルに合わせた車も紹介されています。楽しいです。車がすごい好きなんで、いろんな車の情報がこう一気に入ってくるのはすごい好きです。自動運転や燃料電池やいろいろな技術挑戦してるんで、いろんな会社が競い合って、ね、もっといい車を作ってもらいたいなって思います。大阪モーターショーは大阪住之江区のインテックス大阪で今月7日まで